はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、以前ですねメッセージでお伝えいたしました3歳の息子のコロナ感染に関するご報告と、あとはですね、それだけで終わってしまうのもなんなんで、簡単なねおみくじ的な3択占いをねしていきたいと思います。はい、今回ですね、実はですね、子供たちの隙をついて収録しております。ですからですね、ちょっと声がねお気づきかと思いますけれども、かなりね小さめになっております。ですので申し訳ございませんが、ちょっとね音量上げてもらって聞いてもらったらねいいのかなと思います。申し訳ございません。はい、もうですね大変でございました。まあ、まだまだですね待機期間はあと1週間、程度は残っているんですけれども、とはいえですね、なんとか子供たちの隙をついてね収録することができておりますので、まあねちょっとねほっとしている部分ではございます。はい、でね結構ねたくさんの方からあったかいねコメントもらいました。本当にありがとうございました。まあ、正直ね相当参ってます今も。やっぱりね子供たちがねずっと家にいる状況なんですよね。でまあコロナにかかったのは下の息子、3歳の息子なんだけれども、上の娘がですね5歳で、その子もですねすごく元気ではあるんだけれども、やっぱりね預けることはできませんから家にいる状態なんですね。だからもうね家の中がですねもうひっちゃかめっちゃかでございまして、まあね小さいお子さん持ってらっしゃる方は分かってもらえると思うんですけれども、やっぱりね子供っていうのはすごいパワーがあるんですよね。だからですねいくら可愛いとはいえ、ずっと四六時中いるとですねもう本当にこっちのねエネルギーが削られてしまうというか、でやっぱり一番苦しいのはね YouTube が撮れない、お仕事ができないことなんですよね。でまあね子供が起きている時間とかにやることも可能なのかもしれませんけれども、とはいえねやっぱりなかなか聞き分けがつく年齢でもありませんから、厳しいところがあって、なかなかですねいつもはね毎日投稿を心がけてるんですけれども、それが取れなくてですね、結構ね精神的にも親の方がね参ってしまってるという状況でございますね。はい、でそうなんですよ、今回10日以上かなぶりの収録なんですよね。8月19日が最後の収録でしたから、相当ですね空いてしまって、私もね結構勘が鈍ってるところがあると思うので、非常に申し訳ないんですけれどもご了承くださいませ。はい、でまあね一応ねコロナっていうどういう病気かなってことね気になる方もいらっしゃると思いますんで、まあね3歳の息子のコロナのね状況であるとか、あとはですね、まあ私たち周りのね人間がどうなってるかってことをね、ご報告がてらゆるゆるとお話ししていきたいと思うんですけれども、そうね息子が月曜日の朝に急に高熱を出しまして、22日のことです。8月22に朝です、急に高熱出したんですよね。で前日までは本当に元気で熱もねなかったんですよ。ですからびっくりしまして、それもね高熱ってでもですねもう本当39度超えるような朝っぱらから、基本的にね子供って結構ね夕方から熱をね出すことはあるんだけれども、結構朝一からですね、体温が低いはずの朝一から高熱が出たんで、もうびっくりいたしまして、もう急遽ね病院に連れて行ったんですけれども、まあねそこでコロナ感染ですっていう風にね言われたという形なんですよね。でまあ上の子はねすこぶる丈夫でそう本当ね親よりも丈夫じゃないかってくらいね上の娘は丈夫なんですけれども、下の子は結構ね熱を出しやすい体質で、まあ男の子ってのもあるとは思うんですけどね、一般的にはね女の子よりも男の子の方がね体は小さい頃はね弱いっていう風に言われてるんですが、まあそれもあって結構熱を出してまして、でまあ今までもね何回か熱を出して、でその度にねコロナ検査をして、まあ、そうですね、それまでは無事にね陰性できたんですけれども、今回はね、陽性がね出ちゃったっていう話なんですよね。でちょっとね怪しいなと思ってた部分はあったんですよね。というのもなんかね土日あたり、月曜にね発熱したんですけれども、金土日、金曜日の
午後くらいからかな、夕方夜とかからちょっとね目をシパシパさせることがね多くなってきてる様子だったんですよね。でなんだろうな、眠いのかなとか髪の毛ちょっと長いのかなとか思ってたんですけれども、なんか妙にね目をシパシパしていて、これはちょっとね名医者にね月曜日連れて行かないといけないなというふうに思っていたところにですね、まあ、これが来たので、ああもしかしたらコロナの前兆だったのかなというふうにも思った次第です。なんかね一応ね少ない例ではあるんですけれども、なんか目がね痛むとかそういったね表情が出る方もいらっしゃるらしいんで、もしかしたらそれもあったのかなっていうふうに思ったんですけれども、でまあ今回ね、まあ、コロナというふうに言われまして、ああそれが原因という部分はあったのかなというふうにね思い返せば思ってる次第でございます。で月曜日感染が発覚して、そこからですね、まあ、家に帰って療養に入った、自宅療養という形になったので10日間かな、コロナにかかってる本には10日間の自宅療養がまあ言われてるので、まあ、それをですねやっていったんですけれども、やっぱりね月曜日はねもう相当しんどそうでしたね。なかなか水分取るのも難しいという感じです。本当にずっと暑い高熱で39度を超える高熱がずっと出ていて、もう本当ぐったりというか、いつも元気な息子がですねもうだらーっとしている、まあそういう感じでございました。で、まあ、ちょっとね朝に吐いたりなんかもしたんだけれども、まあいかんせんねなかなか水分を取れるような状態でもなかったからですね、まあそれ以降は吐かずに、ずっとですねなんか寝ている、そういう状況がね多かったのかなというふうに思います。で一夜明けまして火曜日なんですけれども、2日目ね、2日目はですね、そうですね結構ねちょっと元気になってきたのか、若干熱は下がったんですよ、でもやっぱり熱は依然としてあって、38度以上の熱を出している、そういう状況でした。でそうですね1日目よりはですねちょっと体力を盛り返したのか、まあ、パンを食べたりであるとか、あとはね飲み物を飲んだりであるとか、ゼリー飲料をね飲んだりであるとか、そういったことがねできるようになってきたっていう感じです。ただね食べれるようになった分すごく吐きましたね。食べては吐き、食べては吐き、そういう感じでした午前中は。でそう一通り食べて飲んで吐いてっていうことを繰り返した後ですね、まあ、急にお風呂に行くと言い出しまして、なんだろうと思ってですね連れて行ったところですね、すごくお風呂で下痢をし始めまして、で多分ね予感はあったんでしょうね下痢が来るっていうのは。で本人もですねやっぱり漏らしたりおむつにするのは嫌だってところがあった感じがあるのかなというふうには思ったんだけれども、ずっとねお風呂場でこうまあそうですよね下痢をしている、そういう状況でした。でまあそれをね、まあ、流しながら息子の様子を見ていたという感じなんですけれども、それが結構長かった、30-40分、もうちょっとあったかな、1時間くらいやってたような感じがするんですけれども、それでまあ一通り出し終わったのかもう寝るって言い出して、でまたね洋服を着せて寝かせたっていう感じなんですけれども、でまあ心配ね、まだ熱もありましたからしつつね起きるのを待っていたんですが、それがですね夕方くらいかな、むくっと起きたんですよね。でさあまたね同じように飲んだり吐いたりするのかと思ったんですけれども、なんかね急にすっきりした顔をし始めて、えっていう風にね思ったんだけれども、なんかね妙にね元気になり始めたんですよ。なんでなんか熱もね下がって36度9分8分くらいまで下がりまして、あれこんなにすぐ治るのかというふうにね思った感じだったんですよね。でとはいえねまだね微熱がありましたし、でやっぱりね普通の風邪とは違うような症状、嘔吐であるとか下痢であるとかそういうのがありましたから、高熱とかねまだ言うてここで油断してはならないとかいうふうに思ってたんですけれども、それがですねまあまた寝て次の日ね、3日目なんですけれども、もうそこでねケロッとねしちゃったんですよね急に。そう
3日目でも本当に完全に熱も下がってすっきりっていう感じで、もう子供もですね、もう元気大丈夫ってね言い出して、もう遊び出す、そういう感じに、ね、なったんですよ。だからね、びっくりしてしまって、はい、なんかね、結構ね、いろんなコメント、ね、あったかいコメントもらったんですけれども、その中で子供はそこまでね、重症化しにくいですよって話をね、教えてもらったんですけれども、本当その通りで、もうあっさりと回復したという感じでございましたね。だから、いろんなこと言われてるし、もちろんね、体質とか、かかったね、そのコロナのね、株とかね、そういったものも関係あると思うんだけれども、意外とね、あっさり治った、そういう印象でしたね。で、まあ現在、大体ね、息子のコロナが発覚してから1週間程度経っておりますけれども、大人の方もですね、そこまでこう重い症状とかそういったことはね、出てないっていう感じなんですよね。主人がちょっと喉が痛いっていう風に言ってる感じかな。で、私もですね、なんかね、喉が痛いとか咳とか全然ないんですけれども、ちょっとなんかね、あばらっていうんですか右のあばらが痛かったりであるとか、で、次の日は左のあばらが痛かったりであるとか、ちょっとね、お腹の部分、下腹部より上の部分が痛むであるとか、そういう部分はね、あったりなんかするんだけれども、なんか目立った風邪症状とか、そういったものはね、今のところ出てないのかなって感じがするんですよね。まあ、これからかもしれないんですが、コロナね。今のところ、もうかかってるとしたらかかってるはずなんですけれども、症状はね、そこまで重いものはね、大人は出てないのかなって感じがあります。で、もちろんね、ワクチンは私たち打ってるんですよ。ただ、結構ね、副作用がきつくって、主人も私もですから、2回までしか打ってないんですよね。もうあまりにも副作用がきつくって、本当にコロナにかかったんじゃないかってくらいですね、2、3日寝込む、それくらいね、激しかったんで、もう3回目はね、あれよりしんどいのが来るかもしれないと思ってですね、もうやめとこうかっていう風にね、なってる、そういう状況なんですけれども、まあ今のところね、そういう風に落ち着いてる、そういう感じがあります。で、あのね、上の娘もね、おそらくかかると思うんです。コロナのね、感染力を考えれば、周りもすごくね、コロナかかってるので、私たちのね、住んでるところもなんだけれども、なんかね、娘はね、やっぱりね、体が強いのか、もう全然、全く動じずっていう感じなんですよね。なので、まあ、潜伏期間って大体平均5、6日で、まあ、10日くらいまでには出るっていう風に言われてますから、もう出てもおかしくないと思うんだけれども、まあ、すでにね、主人とか私はかかっててこの症状なのかもしれませんが、と考えると、まあ結構弱めの株だったのかなというふうにも思ったりなんかするんですよね。まあ、もしくは、まあ、娘が単純に体が強くって、で、私たちの方はワクチンが効いていた、そういうふうな読みもできるんだけれども、まあ、こればっかりはですね、わかりませんから、はい、まあね、私どものコロナはそういう感じでございます。で、まあね、皆さんもどうでしょう。コロナね、かかってしまって、自宅待機ってことをね、おっしゃられてる。経験がね、終わりになる方もいるかもしれませんが、もうとにかくね、長いんですよ、待機が。そう、もっと2週間近く自宅待機っていう感じで言われまして、で、まあ主人はですね、勤め人なんで、ね、休んでても給料がもらえるっていう形になるんだけれども、私はですね、まあ、自分でやってるものですからですね、はい、自営業になるのかな？ですから、まあ、全く保証がない状況で、なんだかなというふうに思いながらですね、家にいるんですけれども、まあね、子供さんがね、いらっしゃらない方であれば、そこまでね、自宅待機も苦しくないのかなとは思うんですけれども、やっぱりね、お子さんがいる場合はですね、本当に大変だと思います。もう子供たちがずっとね、家にいると、やっぱりね、元気いっぱいなんで、とにかくね、子供っていうのはですね、もう本当親がですね、疲れ切ってしまう、そういう状況、狭いね、家の中にね、いますから、大豪邸に住んでるなら、私もね、ですので、本当ね、コロナには気をつけてもらった方がね、いいのかなというふうに思います。とはいえね、わからないですからね、これだけ増えるとどこから感染するかなんて。ですので、まあね、心構えというかそういったものをね、してもらった方がね、いいのかなというふうに思っております。はい、あとお伝えすること
何か皆さんにあるかな。そうですね、まあやっぱり返す返すも励ましてくださってありがとうございますって感じかな。本当ね、申し訳ないです。動画ね、更新できなくて、私もですね、撮りたいっていう気持ちを抑えながら日々ね、生活してるんですけれども、やっぱりね、まあね、どうにもならないので、はい、心苦しいところではあるんですが、やっぱり皆さんのね、心遣いというか、そういったものにね、すごく励まされましたからですね、はい、ぜひね、私ね、頑張っていきたいと思います。では最後ですね、ね、子供たちがやってくる前にね、こちらだけやっていきたいと思うんですけれども、はい、ですね、3択になります。お好きなね、カードを選んでほしいと思うんですが、こちらのカードがですね、一番上のカードが現在のあなたへのメッセージで、こちらがですね、未来を表すメッセージで、最後はですね、素晴らしい未来に行くためにはどうしたらいいのかっていうアドバイスカードをね、出しております。この3つの中からですね、ピンとくるものをお選びくださいませ。はい、ではですね、よろしいですか。はい、ではですね、こちらのカード、一番ね、端っこのカード選ばれた方ね、占っていきたいと思うんですけれども、まずね、現在の状況と未来ですね。よいしょ、やりにくいな、これでいいかな。よいしょ、アドバイスカード出していきたいんだけれども、あー、なるほどですね。はい、現在の状況、結構ね、勝ちに進んでいってる、そういう感じがありますね。はい、ワンドの 9? 違うわ、6か、6が出てるんですけれども、すごくね、勝利に向かっていってる、そういう感じが見えております。ですから、もしかしたらね、今ね、苦しいとかね、うまくいってないと思われるかもしれないけれども、確実にね、勝利に向かってる感じが見えますからですね、はい、ぜひね、諦めずに、はい、頑張ってほしいのかなっていうふうに思います。で、その先はですね、あ、いいですね。今結構ね、戦ってる感じが見えるんだけれども、これからですね、落ち着きとか平穏、そういうね、穏やかん時がね、来るっていう風に言ってます。あ、だからいいね。多分ね、平穏とか豊かさとか、そういったものを勝ち取っておられるんでしょうね、未来では。なので、すごくね、美しいね、水面がね、見えてると思いますけれども、こんな感じでね、素晴らしく落ち着いた穏やかなね、未来が来るっていう風に言ってますね。はい、すごくいいと思います。で、これを実現するためにどうしたらいいのかっていうアドバイスカード、こちらになるんだけれども、はぁ、ゴーアウトサイド。はぁ、結構ね、引きこもってたりしませんか。なんかね、暑いからとかね、そういったことで、もしかしたら結構内側に向かってしまってる意識が、そういう感じがあるのかもしれませんね。内側に引きこもってしまったりであるとか、物理的にもね、家の中に涼しいクーラーの下にいてしまうってことがあるのかもしれないけれども、なんかね、すごくね、もう外に出た方がいいよって言ってます。そうすることによっていろんな出会いがあるし、気づきがある、そういう風に言ってますからですね、ぜひですね、はい、頑張ってほしいと思います。まあ、とはいえね、私とかね、療養中なんで外にはなかなか出られないんですけれども、ぜひね、出られるよって方はですね、出られるっていうね、外に出られるってことがいかにね、素晴らしいことかってことがね、本当にね、わかりましたから、私もですね、ぜひね、そういうね、足かせがない方はですね、どんどんね、外に出て行ってもらって、素晴らしいね、刺激に受けてもらったらいいのかなと思います。だいぶね、暑さも和らいできた感じがありますね。私が住んでるところが田舎だからかな。なんかすごくね、秋の香りがしてきて、まあ暑いは暑いんですけれども、秋と夏が半々くらいに来てる、なんかそういうね、不思議な気候です、今。ですので、ぜひですね、まあ、だんだん涼しくなってくると思いますからですね、はい、ぜひですね、外にね、出てもらったらいいのかなと思います。はい、じゃあ次行きます。真ん中のカード選ばれた方ね、見ていきたいと思うんだけれども、なるほどね。はい、今ね、あなた様ね、すごくね、不満が溜まってる感じがありますね。なんか、全然ダメってわけじゃない。むしろ成果も出てるんだけれども、なんか物足りない。なんかつまらないなっていう感じが結構あるのかなというふうに思います。で、なんだろうな、多分向上心がね、高いのかなというふうに思うんですけれども、あなたがね。だ
けれども、なんかだからこそなんか足りない、もっともっとって思ってる、そういう感じがね終わりになるのかなと思いますね。であるのであれば、そんなにね悪い状態ではないと思うんだけれども、緑がないわけではないんですが、結構ねなんかもやっとしたそういう気分がね結構続いてるのかなって感じがありますね、うん、でもね安心してください。あのね未来なんですが、こちらです。あのねすごくワクワクするような未来が来るって言ってます。ですからね、ああワクワクが足りないんだな、うん、インナーチャイルドと一緒に楽しむっていうねメッセージがあるんだけれども、インナーチャイルドっていうのはですね、あのすごくねこう自分の中の子供の部分、そういったものをね表すんですよ。ですからなんかねこうそこがあのなんていうのかな、ワクワクできてないっていうか、ワクワクが足りないだろうな、うん、そこが強く出てるので、ぜひですね、自分の欲望というか、自分の楽しみ、自分の感性にね、素直に従ってください。うん、そうすることによって、なんていうんですか、すごくね、いい未来が開ける。多分ね、結構抑え込んでる部分があると思うんですよ。やりたいことであるとか、あとはそうね、自分の感性をそんなことするのはみっともないであるとか、そういう気持ちで、なのでそこら辺をねもう取っ払ってもらうと、すごくねいい未来が来るのかなっていう感じがありますよ。ぜひね、はい、もうね我慢しなくていいです。やりたいことをねやってもらったらいいと思うので、ぜひですね、はい、楽しんでもらったらねいいのかなと思います。いい未来がね待ってると思いますよ。そうね、ほんとね、遊びに行けるときに遊びに行った方がいいですよ。もう本当に行けないですもん。こういう状況にね、私みたいな状況になっちゃうと。ですので、できるうちにね、やれることをね、人生短いんですから、楽しんでもらったらね、いいのかなっていうふうに思いますね。はい、で、最後です。こちらね、右側のカード見ていきたいんだけれども、逆位置か。はい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 。はい、あのね結構ね苦しかった感じが見えます。カードが言うにはね、あなた様の現状っていうのは結構絶望であるとか、そういったものがねあったかもしれないっていう風に心配しているんだけれども、でもねそれが晴れていくって言ってます。あなたが持ってる絶望っていうのは大体が幻です。これ本当にねスピリチュアルの世界でも言われてるんだけれども、自分が持ってる苦しみっていうのはもちろんね、全てが全てではないけれども、大半が自分が作り出したら幻想、妄想だと。自分の世界を通して見てるね、苦しみだから、大体が幻であることが多いってことは本当に言われてます。ですので、多分あなたが今抱えてる苦しみも、もちろん全てが幻とは言わないんだけれども、結構ね、自分で大きくしてしまってる部分があるのかなというふうに思うんですよね。思い込んでしまってる、でも実際はあなたが思ってるほど大変なことではないと、必ず乗り越えることができるし、でそれがねだんだん晴れていくよっていうふうに言ってます。ですのでぜひね今苦しいなと思ってらっしゃる方も大丈夫です。これからねいい方向に進んでいきますから、ぜひですね、はい、諦めずにねいてくれたらいいのかなと思います。でこれを乗り越えたらですね、こちらです。あのね、素晴らしい、スミレ色の世界が来るって言ってますね。結構ね、スピリチュアルな方向に行くかも。あのね、開きます。多分、あなた様のインスピレーションとか、いわゆる霊感ってやつですよね、直感。それがもっと開いてくる。で、その直感に従っていけば、素晴らしい未来、いい方向に行けるっていう風にね、出てるのかなという風に思いますね。で、多分そこだな。開いてないんだ今、自分の回路みたいなもの、やっぱりねどれだけ自分はね霊感がないと思ってらっしゃる方でも、インスピレーション直感って必ずあるんですよ。でそれが開けばいろんなメッセージであるとか、そういったものをね高次元から受けることができるんだけれども、やっぱりねそこが閉じてしまう、思い込みによって閉じてしまうと、やっぱりね受けられるメッセージ、アドバイスも受けられないんですよね。それがだんだん開いてきて、それによっていい方向に行く、バランスが取れたね未来に行けるという風に言ってますから、ぜひですね頑張ってください。ここをね開くってことをね意識してもらったらいいと思います。でそれによって新しいね
始まりが来る、はい、これねニュービギニングのカードがアドバイスカードとして出てるんだけれども、なんかね生まれ変わるような新しい感性であったりとか新しいことがあなたに来るよってことをねおっしゃってる感じがあるんですよね。でここに可愛い赤ちゃん寝てますけれども、ここにね蝶も見えます。で蝶っていうのはひらめきであるとか霊感直感虫の知らせ、そういったものをね表すんですよ。ですからそうだね、新しいものが芽生える、あなたの中に。ですのでぜひねその芽生えを潰さないようにしてほしい。ぜひどうせ思い込みだとかどうせこんなの無理だとか思うんではなくて、新しく芽生えたものが必ず出てくるから、それをキャッチして大きくして、それによっていいね未来が来る、バランスが取れた、直感が開いたね未来が来るっていう風に言ってますから、ぜひですねはい参考にしてほしいと思います。ではですね今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録高評価の方もよろしくお願いします。あとですね見たいよと占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。